Come on,
4番ファースト同時に出てくる Yeah!
俺の名前は、まさき。中学2年。リトルシニアで、硬式野球やってます。実は最近、あんまり試合に出してもらってないんだ。この前の大会でも、監督から、次、代打、行くぞって言われてたんだけど。前のバッターが、ゲッツーで、試合終了。ああ、俺も、太一くんや、総太郎くんみたいに。野球、うまく、なりたいな。そうだ、太一くんに、練習メニュー、教えてもらおう。まさき、なんだい？え？自主練でどんなことやってるか教えてほしいって？俺は自主練なんてやったことないよ。うちのチームはほら、全体練習も練習試合も土日だけだろ。
だから、月曜から金曜までの平日は、塾に行って勉強してるか、家でゲームやってるか、どっちかだね。自主練なんてやったことないからわからないよ。でも、野球上手くなりたいんだったら、とっておきの方法を教えてあげるよ。まさきは、ひろあまさんの YouTube 知ってるだろ？チャンネル登録はしてる？俺も2年前に先輩に教えてもらってさ、騙されたと思って試しにチャンネル登録してみたんだけどさ、チャンネル登録した次の日にスピードガンで球速は勝ってみたら、なんとびっくり、165キロも出たんだ。バッティングではその日からずっと58打席連続ホームラン記録更新中なんだ。すごいだろ。まさきもひろあまさんの YouTube チャンネル登録してみなよ。いいこと教えてもらったぞ。早速ひろあまチャンネル登録してみよう。ひろあま、ひろあま、これだ。チャンネル登録ボタンをポチッとな。たったこれだけで本当に野球上手くなれるのかな。あ、電話だ。誰からだろう。もしもし、まさきですけど、誰ですか？ニューヨークヤンキース？ニューヨークヤンキースの人が俺に一体何の用事ですか？俺をドラフト1位で指名したい？いきなりそんなこと言われても困ったな。ところで、ヤンキースでプレーするってことは、ニューヨークに住まなきゃいけないんですか？それは無理っすね。だって俺、ハンバーガーあんまり好きじゃないし。ニューヨークにはフレスタとかないですよね。じゃあ、やっぱ、無理っす。すんません。ああ、びっくりした。なんでニューヨークヤンキースの人が、俺の電話番号知ってたんだろう。ま、いいか。あ、また電話だ。誰だろう。もしもし、まさきですけど、誰ですか？広島東洋カープの新井監督ですか？新井監督が俺に一体何の用事ですか？俺をドラフト1位で指名したい？困りますよ。だって俺、まだ中学生ですよ。それにまだプロ志望届出してないんで。ありがたい話なんですけど、お断りします。ああ、びっくりした。なんで新井監督が俺の電話番号知ってたんだろう。ま、いいか。それにしても、ひろあまさんの YouTube にチャンネル登録しただけで、立て続けにドラフト1位で指名されるなんて、ひろあまチャンネル登録効果、すっごいや。みんなも野球上手くなりたっかたら、ひろあまチャンネルにチャンネル登録してごらんよ。明日から人生バラ色だぜ。あーはははあーはははあーはははあーはは。